それでは、スタンドアナウンサーで、プロベシコメグラさんをお聞きします。
体操、音楽はですね、なんとサンバだったんですよ。びっくりしましたね。それもね、現代的なサンバじゃなくて、非常に濃いサンバ、褐色のサンバというね、曲なんですけど、これで新体操をやるって、さすがブラジルだなと思いましたね。なので、ちょっと思い出して、その褐色のサンバ、古いサンバですけど、これをお届けします。ブラジルの3種の、3つの人種のことを歌った曲で、大変な曲です。クラダンネスという人が歌って昔大ヒットしました。僕は生で見ることが、できたんですけどね、何十年か前に、若くして亡くなってしまいました、けども素晴らしい歌詞だったんですよね。その、インディオの歌ですけども、これも聴きます。